来たー。どうした？いきなりテンション高いじゃないか、ジル。やっと来たのよ、この日が。ずっと待ち続けてきたこの日が。やっとこの彩色顕微なジル様が主役の回が来たのよー。自分で彩色顕微とか言っちゃってるし。でも確かになかなか出番が回ってこなかったよな。一番最初は俺、次はクレア。そうなのよ、次は私かと思ったらまさかのウエスカーだったし。最近ゲーム本編でも出番がないから影が薄くなって、忘れられていたんじゃないのか？失礼ね、ゲームで出番あるからって調子に乗ってるわね。そんなわけで、今回は美人でスタイルも良くて仕事もできちゃうこの私、ジルについての裏設定について解説していくわよ。調子に乗っているのはジルの方なんじゃ。聞こえてるわよ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず最初に紹介するのは、ウイルスに対する抗体についてだ。みんなゲームをしていて、なんで主人公たちは戦いの時にゾンビに噛みつかれても感染しないんだろう？他の人たちは人噛みされただけで感染してしまうのに、なんて一度は思ったことはないだろうか？ゴリスは筋肉鍛えすぎて、ゾンビの歯が逆に折れちゃうんでしょ？そんなわけないんだぜ、ジルは俺のことなんだと思ってるんだ。え、それはもう人力ゴリラ。人力 BOW から格上げしたんだか、格下げしたんだかもうわかんないな。まあ冗談はさておき、私たちは T ウイルスに対して完全な抗体を持っているから、ゾンビに噛まれても感染することはないのよね。それでも、バイオハザード3の時にネメシスに高濃度の T ウイルスを触手から直接感染させられた時には、もうダメかと思ったわ。いつもはひたすら前向きで気丈なジルも、カルロスに解釈を頼むくらいだったもんな。結局、カルロスが決死の思いで病院で生成したワクチンを作ってくれて、回復することができたんだよな。最初はカルロスのこと、どうせこいつもアンブレラだしって疑ってたけど、めっちゃいい人だったわよね。カルロス元気でやってるのかしら、また会いたいわね。ダメだ、ジルのバディの座はこの俺だ、誰にも渡さん。バイオ5でシバとバディ組んで浮気したくせに、よくそんなこと言えるわね。しょうがないだろ、あの時ジルは死んでしまったと思ってたんだし。ゴリスを助けようとウエスカーと窓から飛び降りたんだけど、結局ウエスカーを下敷きにしたから私は気絶しただけで助かったんだけど、その後、ウエスカーたちに冷凍睡眠させられてしまっていたから仕方ないか。そうだろ、だがその時にジルの中にラクーンシティで感染していた T ウイルスがわずかながら残っていた上に、冷凍睡眠によって数年間ジルの体内にいたことによって、めちゃくちゃ強力なウイルス抗体が作られるようになっていて、その抗体を使うことでシソウイルスの毒性が抑えられて、ウロボロスウイルスが完成してしまったんだな。それまではシソウイルスの毒性が強すぎて、他の回収していたウイルスを使っての実験は難航していたのよね。その抗体があったから私は生かされていたけど、私のせいでウロボロスウイルスができてしまったと考えると、とても複雑だわ。次に紹介するのは、初代バイオハザードのジルについてだ。私たちが初登場した懐かしき第一作品目ね。当時の技術では十分な恐怖を CG で演出するのは難しかったから、オープニングやエンディングなどでは外国人俳優が出演する実写ムービーが使用されたんだ。あれでしょ、多摩川の河川敷で撮影されたっていう有名なあのオープニングよね。その通りだ、俺役の俳優さんめっちゃイケメンだったな。まさに俺のかっこよさをそのまま体現したかのような。ゴリスより3倍ぐらいかっこいいわね。3倍ってひどい。私の役を演じてくれた女優さんも、私のようにとっても美人で、ジルの3倍美人だな。そこのゴリラ、なんか言ったか？言ってない、言ってない。本当に？まあそんなことより、ケルベロスから逃げる時の演技なんか、かなり恐怖に顔を歪ませていて迫真の演技だったわ。ああ、それなんだがな、ジル。あの時多摩川で撮影していただろう？しかも夜だ。撮影機材の照明にかなり大量の虫が集まってきていて、当時女子高生だった女優さんは半ばパニックを起こしていたらしい。そうだったの？リアルグネズド状態に、マジで恐怖に顔を歪ませていたのね。確かに夏の夜に自販機に群がる虫とかってほんとエグいもんね。あの中で撮影してくださいって言われたら私も嫌だなぁ。あと、このオープニングについて少し文句が言いたい。え？このジル役を演じた女子高生。演技だってことがバレバレなんだよ。嘘？ジョセフがケルベロスに食い殺されて、かなり緊迫した状況ってことがひしひしと伝わってくるわよ。その通りなんだ。ただし、ジルを除いてな。どういうこと？このジルの顔見ろよ。うわぁ、緊張感が。だろ、なんならちょっと口角上がってんぞ、仲間殺されてんだぞ。ここだけ見たら私、超絶サイコパスじゃん。ちなみにこの実写で演じた人たちは、現在俳優業とは別のキャリアでそれぞれ活躍してるらしい。え、本当に？ああ、詳しく解説すると動画の趣旨とずれるから割愛するが、またどこかのタイミングで紹介したいな。わかった、じゃあせめて、私を演じた美人女子高生についてだけでも教えて。わからん。え？彼女は現在何をしているのか、どこにいるのかさえもわからんのだ。ガーン！すまんジル、そろそろ話を戻すぞ。うん？
続いてジルの髪型についてだが、バイオハザード1と3ではショート、バイオハザードリベレーション1ではポニーテール、バイオハザード5では、金髪ロングと各作品ごとに変化しているな。髪の毛は女の命だからね、おしゃれに色々アレンジしてるのよ。ただ、1996年発売の一作品目のバイオハザードのジルは、ショートヘアーではなく、ロングだったんだぜ。リメイク版では、最初から任務の邪魔にならないように顎のラインで切り揃えた、ショートボブになってるから、そっちのイメージが強いプレイヤーが多いんじゃないかしら？そうだな、俺もどちらかというとジルはショートってイメージが強いな。ワンのイメージイラストでもショートっぽかったしな。でもあれもよく見ると、髪の毛が邪魔にならないようにちゃんと帽子で髪の毛まとめてるだけなんだけどね。キャラクター選択画面でも、オープニングの実写映像でもちゃんとロングヘアーだしね。ゲーム中はベレー帽で髪をまとめているから、ロングヘアーだとわかりづらいが、初代バイオハザードのジルのみが生還するエンディングでは、バイオ史上最もロングヘアーなジルを見ることができるぜ。プレイ中もちゃんとよく見ると、ロングヘアーであることが確認できるな。みんなはどの髪型の私が好きかしら？次に紹介するのは、ジルの黒歴史についてだな。黒歴史。こんな完璧な私に黒歴史なんて存在してたかしら？こら、今日のジルは自画自賛がすぎるぞ。だって自分がテーマっていうのが嬉しくって、つい。なんだ、ただただ可愛いじゃないか。なんかキモい。そんなジルの黒歴史についてなんだが、マコバビレッジの惨劇というドラマ CD があってだな。ああ、思い出したわ。すっかり記憶から消してしまっていたわ。あったあった、そんなのあった。黒歴史すぎて記憶から消してしまったのか？まあそんなマコバビレッジの惨劇だが、これはドラマ CD、バイオハザードドラマアルバムのエピソードの一つで、1997年5月から6月までの TBS ラジオ、ゲーマーズパラダイス、ルミマリナのノックは無用内で放送されたラジオドラマなんだ。バイオハザード1の前日談にあたる話で、私がタイプライターに記憶する形で語っているのよね。そうなんだ。タイプライターで書いているが、この時はインクリボンが潤沢だったみたいだな。まだ1でインクリボンがなくて、セーブできなかったことを引きずってるのね。時系列としては1の前の出来事のはずなんだが、本作の内容はゲーム本編とは矛盾する描写があったり、他の作品に関連するものがないため、今となってはその後のシリーズとは繋がらない、パラレルワールド扱いなのではないかと推測されているな。まあ、そうなのよね。じゃないと私そもそも洋館事件の前にゾンビの存在をすでに知ってたことになっちゃうしね。この事件の舞台となった村を思い出したりしないのもおかしいしね。ああ、でもこのラジオドラマの、閉鎖的な村、謎の宗教、怪物化した人間が普通に生活している、怪しい教会、中世的、などといった要素。どっかで聞き覚えないか、ジル？確かに。あ、わかったわ、バイオハザード4でレオンが遭遇した村にそっくりね。正解だ、ジル、このラジオドラマの設定は、バイオハザード4やビレッジにそっくりなんだ。きっと少なからず後の作品に影響を与えたんだと思うぜ。まあストーリーに矛盾点なんかあったとしても、本作の舞台の設定とかいい線言ってたと思うんだけど、なんで黒歴史扱いになってしまったんだっけ？それはな、当時大人気だった宮村優子さんという声優がジルの声を当てているんだが、とても可愛らしい声で、あんまりジルの雰囲気とは合わなかったんだ。え？私も十分可愛いと思うけど？いや、わかってるわかってる、そんな睨みつけるんじゃないジル。ほら、ジルは可愛いというより、大人っぽい雰囲気だろ？ああ、そうね、大人っぽい美人ってことね。ただ美人とは言っていない。なんか言った？いや、なんでもない。それに加えてゲーム内で使われていた BGM や SE が使われているんだが、突拍子もなくなったり意味不明に効果音だけ並べたり、戦闘中は悲鳴と効果音のみで何も説明がなかったり、状況を把握することが難しかったのも不評の原因だな。なるほどね、ラジオドラマとしての出来がそもそも完成度が低かったのね。今聞くと、バイオ4やビレッジの元ネタを垣間見る感じで楽しめる作品ね。次は黒歴史第2弾、またしてもドラマ CD の紹介だ。証拠りもなくまたドラマ CD 作ったのね。バイオハザード1が爆発的ヒットになったことで、マコバビレッジの惨劇の失敗を踏まえ、より設定を練った、運命のラクーンシティというドラマ CD が制作された。ジルや俺たちとは違い、普通の市民たちが主役となっている作品だな。その普通の市民たちが主役って部分が、バイオハザードアウトブレイクの原型になったとも言われているわね。この作品は1997年12月から文化放送、ラジオ大阪の、佐竹林原の無法塾内で放送されたんだ。バイオハザード1から2へ至るまでの、空白の2ヶ月に起こった惨劇の話だ。時系列が1の後であることには間違いはないんだが、内容にゲーム本編と矛盾する描写があって、結末も静止とは異なっているから。これもパラレルワールドでの出来事とされているな。でも、バイオハザードからラクーンシティの壊滅までの裏側を垣間見れるという意味では楽しめるんじゃないかしら。それにこのドラマ CD には、私の友人も登場しているのよね。そうだな。
このドラマ CD はボリューム1からボリューム3までストーリーがあるんだが、その中のボリューム2では、ジルの友人であるリンダ・パールという人物が主人公なんだ。彼女はお医者さんでラクーンシティの病院で勤務していたんだけど、そこのティーミルスに汚染された患者たちが次から次へと運び込まれてくるの。案の定、運び込まれた患者たちがやがてゾンビになってしまい、その場にいた医師たちに襲いかかるんだ。リンダも本当は恋人のエドと一緒にニューヨークに行く予定だったが、その混乱に巻き込まれてしまうんだ。俺。この混乱が収まったらニューヨークに行くんだ。やめろ、死亡フラグが立っちゃうだろ。リンダはエドと共にこの混乱の中でもなんとか感染した患者たちを治せないかと、治療法を見つけるために残るんだ。彼女は正義感がとても強い子だったし、なんとか患者たちを助けたかったんでしょうね。物語中盤でジルが残した機密ファイルを発見して、アンブレラの実態と BOW の存在を知ることになるんだ。最後は、一緒に行動していたローズとボビーに機密ファイルのデータをバックアップしたディスクを託して、二人を病院から逃がすためにおとりとなって、ゾンビと戦って命を落としてしまうのよ。そのエピソードも、3でネメシスの追撃を一人で引き受けたジルと似ているところがあるよな。ジルが正義感が強い人間だからこそ、周りに集まってくる仲間や友人たちもみんな正義感が強く、仲間思いな人間が自然と集まってくるんだろうな。基本的にこの作品は登場人物はみんな死亡してしまうし、救いのないストーリーだったわね。でもパラレルワールドということになっているし、こっちの世界でのリンダは生き残って元気に過ごしているかもしれないぞ。そうね、そうであることを祈っているわ。お次は、才色兼備なジルの意外なスキルについて紹介していくぜ。ジルは、米国陸軍の対テロ部隊、デルタフォースの訓練過程を経験を、ラクーンシティ警察署管轄下の特殊部隊、スターズアルファチームに所属し、爆発物処理のエキスパートで、薬品などに関しても一通りの知識を持っている。そうなのよ、デルタフォースで鍛えられたから、ハーブを組み合わせて回復薬も作れちゃうし、火薬から銃弾なんかも作れちゃうのよね。バイオハザード1の時点では、23歳とアルファチームの中では最年少だったな。月日が経つのは早いものね、私って今何歳になるのかしら？ちなみに俺がビレッジの時点で47歳だ。いや考えたくないわ。もう年齢については考えないことにしましょう。自分で話題振ってきたのに、ジルは俺の2歳年下だから。やめなさいよ、年齢なんてただの管理番号なんだから。ちょっとそろそろ健康診断の項目増やしとこっかな。って考えるための管理番号なんだから。しかも私、冷凍睡眠してたし、冷凍睡眠中の数年間なんて脳幹よ、脳幹。わかった、わかったから、落ち着いてくれ、ジル。ジルのアルファチーム内のポジションは、リアセキュリティとなっており、最前線よりも後方支援を担当することが多いポジションだな。後方支援が担当と言いつつ、かなり最前線でずっと戦ってきたけどね。ブラボーチームで同じポジションだったのは、戦いの途中途中で俺に癒しを与えてくれたレベッカだな。また手先も非常に器用で、ワンでは小さな鍵がないと解錠できなかった俺と違い、簡単な鍵ならキーピックでたちまち解錠してしまうんだぜ。ゴリスなら鍵かかってても、ドアごと破壊できそうな気がするけどね。いやいや、さすがの俺でもドアを破壊するなんて、そんなことできるわけないだろう。岩を素手で破壊したのに、あれは火事場のバカ力みたいなもんだ。本当に？ご本、それはそうと、ジルはそのピッキングスキルを一体どこで身につけたのか気になるプレイヤーも多かったんじゃないか？そうね、ゲーム本編ではあんまりはっきりとは言ってないけど、一応は、デルタフォースの時にピッキングスキルを身につけたことになっているわね。だがいつどこでピッキングスキルを身につけたのかについては、面白い裏設定もあるんだぜ。実は SD ペリー書の小説版、バイオハザードアンブレラの陰謀という作品では、ジルの父親であるビッグバレンタインは、大泥棒ということになっていて、ジルの素晴らしいピッキング技術は父親直伝というわけだ。そうなのよ、父からピッキングを教えてもらったんだけど、まあ使う機会なんてないと思ってたけど、まさか役に立つ日が来るなんてね。そのおかげでゴリスみたいに鍵でアイテム欄が埋まっちゃうこともないから助かったわ。それにその小説では、ジルがスターズに入隊したきっかけが、父親が捕まった時に、真っ当な人生を歩むようにって言ったからとなっているな。真っ当な人生というより、茨の人生を歩んでるけどねー。最後に紹介するのは、ジルの彼氏についてだな。恋人のようないい感じな関係といえば、レオンにはエイダ、クレアにはスティーブ、シェリーにはジェイク、そして、バリーにはナタリアなどといったパートナーがいるよな。うん、最後のカップルだけなんかおかしくない？下手したら警察が出動しちゃうわよ。大丈夫だ、俺がすでに警察だからそこは温かく見守ってやる。なんでよ。そしてもちろん、ジルの彼氏は俺なんだがな。え、キモい。何アホなこと言ってんのよ、違うでしょ。え、そうなのか？こんなにも長い間パートナーとして戦ってきているのに。いいじゃないか、イーサンにだってミアがいるんだし。イーサンとミアは初めから夫婦だったでしょ。それに、バイオハザード2のスターズ部屋でジルのデスクには、若い男性と写った写真が飾ってあるじゃないか。
あれは俺だろ。わざと若い男性だなんて隠さなくてもいいんだぞ。違うわよ、勘違いしないの。だってあれレオンが調べている時ならまだしも、クレアが調べている時にも若い男って書かれていたでしょ。写真に写っているのがゴリスなら、クレアは若い男なんて言わないでしょ。は、今気づいたの？ビエン、じゃああの男は一体誰なんだ。まさか俺以外の男が恋人だなんて言わないよな。大体ゴリスは私の恋人じゃないし、勝手に変な妄想しないで。それに RE2 ではその写真は犬の写真に変更されていたでしょ。ああ、そうだったな。 YouTube で公開されている RE2 座談会では、犬のワンちゃんとジルとワンちゃんあるをかけたって言ってたな。俺にもまだワンちゃんあるんじゃないか。ないわよ、あの人たちお酒の勢いで適当なことを。まあ実際に彼氏がいるかどうかはみんなの想像にお任せするわ。さて、今回はジルの裏設定について6つ紹介したが、どうだったかな。5以降なかなか出番がないから、次の作品ではぜひとも出演したいわね。次回作に交互期待だな。この動画が参考になった、または面白かったという方はぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。それじゃあ、またねー。